こんにちは。常識論ですか。まあ、主に常識ってのは、多くの人がそう考えてるんではなかろうかなというふうな先入観のことを指すと思うんですよね。で、常識ってのは自分の中にあるわけじゃなくて、多分自分以外のその他大勢の中に共通してあるんではなかろうかというふうに考えているに過ぎないのかなと思いますね。えー、こんなことがあったんですよ。まず、人に名前を聞く前に自分から名乗るもんでしょと。 それが常識だよっていうふうなことが突きつけられた時に、そんな常識は知らねえよっていうふうに言われてね。で、またもう一人の人が、あその常識がわからない人とこれ以上話してもしょうがないですねって感じで、ぷいっとどっか行ってしまおうとしたんですよね。そしたらね、やっぱ言い返す言葉が、いや、この程度の常識に非常識についていけないようだったら、あんたの常識も大したことないよねって <laughs> この掛け合いはなかなかね、秀逸だなと思ったんですよね。まあ、もう一回お話しすると、 人に名前を聞く前に自分から名乗るのが常識でしょと A さんが言ったら B さんはそんな常識俺には通用しない俺にはないよっていうふうに突っぱねたわけですよね。うん。で、それにまた言い返すことにその常識がわからない人とこれ以上話しても無駄だっていうことを言われてさらに言い返すことにこの程度の非常識に付き合えないようだったらあんたの常識も大したことないよねってことなんですよね。まあ、つまり 常識の中だけで生きていこうとする人ってのはまさに常識人なんですけどもじゃあ常識的には考えられないことっていうのは世の中で山ほど起きるわけですよ。例えば時代を先取りした考え方とか逆にレトロなそんなね思考方法とかねあるわけですよね。じゃあ街中にいきなり馬車が出てきました。確かに常識じゃ考えられないけどもでもそれなりの手続きを踏めば馬車が走ることは別に違法でも何でもないんですよねここなんですよね。 非常識では違法ではないんですよ。で、世の中には非常識っていうものも当然ある。自分の常識っていうふうなものでは測れない世界もあるってことを考えながらやっていかなくてはいけないですし、まあ、そもそもね、今回の例ですけども、人に名前を聞く前に自分から名乗るっていう決まりはないわけですよ。一方的に人に名前を聞いといて自分の正体を明かさない。それも別に通用するんですよね。もちろん自分の正体を明かしたければ明かせばいいし、 相手の正体が分からなくったってその人の関係を持ちたいと思えば持てると思うんですよだってねその VTuber とかいるわけじゃないですか Twitter とかも匿名のアカウントばっかりですよねでもやり取りってできて一定の信頼関係がそこにあるわけですよね、うん、で逆にじゃあ名前を名乗った人が常識的な人間なんですかと人をだまそうとする人が本名その他自分の素性をほとんど本当で塗り固めていく そして信頼させた挙句、最後に全部持っていくっていうのは、これはまさに常識を利用した非常識な行動じゃないかなと思うんですよ。まあ、ですんでね、常識っていうのがないとは言わないけども、あったところでその常識っていうのは誰も保証してない。つまり要はビットコインみたいなもんですよね。誰かがその常識の裏にそれを担保する、そんな責任を持ってるわけではないんですよ。 勝手に常識ってものがこういうもんではないかなああいうもんではないかなっていうふうに妄想して、まあ、それがたまたまその時にその時には通用していたかなってところなんですよねだから常識が通用しなくてもそれも当たり前いわゆる常識が通用しないのもまあ常識だよねというふうな考え方ですかね、うん、この辺よく考えていかないと非常識な人が10人集まったらそれが常識になるってこともねあり得ますからね いや私ね、その芸事の世界に行って、芸、芸ご事の常識ってあるわけですよ。でもそれをそのまま日常生活にはめていくと、なんともめんどくさい存在に移ると思いますよ。ですんで、この世界の常識はこうですよとか、マナーはこうですよっていうふうに、やっぱりね、教えてくれる先輩がいるっていうのは、すごくラッキーなことだと思いますよね。その決まりに従って行動していれば、あ、やっぱり理性的だなと。賢いなと。 わきまえてるなっていうふうな評価が上がるからなんですよそう考えていくと今現代社会の世の中で英語が喋れる日本人ってそれだけで頭が良さそう賢い人重宝されるな一目置かれるわけですよそういう意味では昔ねこれからの時代は英語だよっていうふうに言われた方のその常識的な思考っていうのは現実化してると思いますよね今同じ条件の A さん B さんがいたとして A さんは英語喋れない、B さんは英語が喋れる。どっちが多くの人に信頼されるかというと、他の条件が同じなら英語が喋れない人よりも英語も喋れる人の方が、B さんの方が重用されるのかなと。うん、まあですのでね、多くの人の英語が喋れたらかっこいいよね、賢いよねっていう風な先入観を利用して英語は使えるようになるっていうメリットはあるのかなと思うわけですよね。でも実際に英語が今の時点で喋れなくても、 十分自由な暮ららしはできますからねただ人生の選択肢は英語ができた方が広がっていくと思います。それから将来的には自動翻訳とか AI のなんかいろんなね、ロボットが出てきてもしくは自分の脳にね希望する言語のエキスを注入することによって多言語を扱うことが簡単にできるかもしれません。まあでもそれを言ったらね、千年後、一万年後、十万年後は 今できないことは全部できるようになってくるよっていうのはう論法になってくるんで <laughs> まああの将来はこうなるよっていうのはね確かにいろいろ想像できますけどもそれを言い始めたら <laughs> なんかこれはこれで会話が成り立たないのかなと思っちゃうんですよね、うん、こんなことがありましたよ借金を抱えてどうにもならない人が昔いたんですけどもあでもそろそろノストラダムスの大予言で地球が破滅するからこの借金返済する必要はないよねみたいな、うん、そうなんですよね 確かかにそうかもしれないですね。<laughs> でもそうならなかったっていうことを考えたのかなと思いますけども実際そうはならなかったみたいですね今でも私たちはこうやってねあの1999年以降の世界も生きて住んでいますからね、うん、今「ノストラダムスの大予言」って言ったら「何を非常識なんて本当に言われますよね」<laughs> ノストラダムスの大予言を信じてる人も将来はこの非常識が常識と認められるに違いないっていうふうに信じてやっていたんですけどもね 非常識は非常識のままだったということも大いにありえるかなと言ってらっしゃい。